連続ゴール、ガンバ。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね今みたいなところは。はい、ギリギリの攻め合いでしたよね。そうですね。